パープルルーム TV。 はい、こんばんは。今日もですね、まあだらだらとパープルーム TV 始めていこうと思います。そうね、これは、まあ、梅津ひとりやばっていう枠組みになると思うんですけど、まあ、あれですね、その、なかなかね、今、あのね、修羅場というかね、ピンチを迎えておりましてですね、もう時間がないし、とにかくいろいろ終わらないと。まあ、そういう時に限って、まあ、現実逃避の一環として、撮りたくなるのがパープルーム TV ということですね。うん、今日は、2021年の、いつだったかな、ですね、11月11日、プリッツの日なのかな ?111 みたいな。うん、で、まあ、この背景は合成なんですけど、まあ、これがその、信楽の私の、あれかな、その工房の今の様子、まあ、昨日撮った写真を今背景に持ってきてます。で、実際今どこにいるかっていうと、まあ、信楽でね、こう今ワンルームのアパートを借りてやってるんですけど、まあ、そこにこう、パジャマを着てね、こう、猫ちゃんと一緒にお送りしてる。猫ちゃん透けますね。猫ちゃんと一緒にお送りしております。そっか、あと、まあ、お部屋の様子見えるかな?こんな、あれ、全然わかんないな。こんな感じの、全然わかんないな。うん。あら、いなくなった。まあ、いっか。まあ、いいや。で、まあ、このアパートも、まあ、11月いっぱいで、退去といいますかね。まあ、5月から、もう、あれですね、半年近く、ここ借りてたので、ちょっと、まあ、寂しいんですけど、まあ、まあ、でも、やっと、うん、信楽での集中的な作刀ターンが終わるっていうのが、まあ、嬉しさと、寂しさと、うん。ね、そういうものが、こう、今、渦巻いてるところで、うんうんうん。で、今なんで、その、まあ、信楽にいるかっていうと、まあ、この前回の動画でも言ったように、12月の4日から、まあ、京都にある宗教アネックスさんというギャラリーで、陶芸家の浜名和則さんと二人展をやると。うん、で、二人展のタイトルが、何だったかな、6つの壺とボトルメールの浮かぶ部屋みたいな感じのタイトルにする予定ですね。うん、僕意外と、なんか二人展ってこう、定期的に二人展をやってきてるんですけど、一番最初にやった二人展が、確か、2005年。大野聡さんっていうね、嵐の大野聡さんじゃないですよ。まあ、その、ほとんど字が一緒なんですけど、大野聡さんと、札幌にね、昔あったオルタナティブスペース、プラハプロジェクトっていうスペースがあって、まあ、僕がそこで、最初に個展をし、どっちが先だったかな、まあ、個展をしてからかな。で、その後に大野くんを呼んで二人展をやったということがありましたね。はいはい。で、僕その時に在学中にプラハには行っていて、でね、まあ、教職を取ってたんですけど、まあ、教職の、なんていうかな、まあ、試験というかその単位みたいな全部足りた状態で、教育実習の学校に行けば、教職免許が取れるみたいな状態で、そっちの、ですね、教育実習に行かずに、札幌に、まあ、レジデンスって言ってもこうね、なんかその、助成金とかが下りるようなレジデンスじゃなくて、本当にこう、単に札幌のそのプロジェクトっていうところに行くっていう、うん、そういう、まあ、もちろん自腹で、そういう、まあ、それが一番最初の個展なんですよね、その札幌での滞在。それで、そう、本当は、だから僕も教職を取れたんだけど、
もうあえて取らなかった。うん、だから それまでの単位を取らずに、単位を取らずに取ってないと取れないだけじゃんみたいな言われるので、まあ、単位をきっちり取った上で、最後のとどめを刺さないっていう、何の話だか分かんなくなってきたけど、まあ、そういうのが、まあ、その札幌であって、古典と、まあ、大野さんとの二人展。で、タイトルがね、なんかね、乳化粧とかいうタイトルで、乳化ってあるじゃないですか。水と油を混ぜ合わせる乳化、エマルジョンと傷みたいなのを足して、乳化粧っていう造語を、まあ、中二病なんですけど、うん、そういうタイトルにしてて、で、次にやった二人展が確か2010年に、今は亡きギャラリーですけど、新谷浦野というギャラリーで、マイクロポップとかにもこう出品してた、元小玉柄の作家である、森千尋さんと二人展をして、まあ、その時にやった時の二人展のタイトルが、コスメティックガール&タイヤードボーイみたいな、まあ疲れた、まあ、僕も今疲れてるんで、あれなんですけど、まあ、そういう二人展をしてですね、まあ、その時もその森さんと別に全然友達とかではなかったんですけど、まあ、その時もっていうか、まあ、そういう機会を、まあ、作ったと。で、その後にやった二人展が、同じく新たにいるので、2013か14に、あれですね、画家の坂本夏子さんと、正しい絵画の作り方というね、これ二人展というよりかは、もうほとんどコラボレーションというかね、まあ、二人でその、一つの作品を描くみたいな、まあ、そういうこともやったり、あとその後は、去年かな、陶芸家の河合和人さんに誘われて、あ、それが宗教の一番最初の展示だね、なんかその、なんか、なんだったかな、ループな気分で、なんか、賞味なんとかみたいな、土くれみたいな感じのタイトルで、まあタイトル全部僕が考えてるんですけど、自分でもこう、いかがなものかなと振り返って思うようなタイトルですね。うん、で、今回の二人展もっていうか、その、例に漏れず、なんか二人展をすると、なんかこう、なんていうのかな、こう王道的な、なんか問題提起だったりタイトルじゃなくて、なんかこう、まあ、古典でも自分のキュレーション展でもこうできないような、まあ、ちょっと微妙な、まあ、これどうなんだろうみたいな感じのタイトルをつけがちなんですよね。まあ、なんだけど、後々振り返ってみると、意外とその自分のその経歴というか、活動の中で、二人展っていうのは、まあ、その時、そのリアルタイムでは、あんまり、これ何だったんだろうみたいな感じがあるんだけれども、後々振り返っていくと、そこで意外とこう重要な、その今後の展開につながるような目みたいなものを、なんかこう、意外とその二人展だからこそ、二人展っていう枠組みだからこそ、できたようなことを、まあ、やれてきたので、まあ、今回の浜田さんとの二人展も、まあ、そういう風になるといいなみたいな、って思っているんですが、まあ、その、まあ、このパープルム TV でも散々言ってきてるように、今はその、あれですね、アサリム美術館でね、今、また映りませんね。そう、梅津与一古典ポリネーター展を絶賛開催中で、ですね、もうそうですね、ギャラリートークももう3回ぐらいしたのかな、3回ぐらいギャラリートークをして、対談、新藤敦さんとの対談もしてですね、あさっては、あれですね、杉戸博さんと対談をさせていただく予定となっております。まあ、実はね、あれなんだよね、その杉戸さんとはね、もう当然ながら面識もなくですね、ちょっと緊張しております。そうなんだよね、まあでも杉戸さんの仕事っていうのは、まあ、なんていうのかな、まあ、僕としてはそのずっと、もう本当にまさに
2000年代初頭から割とこう、まあ、気にはしてきた作家ではあって、気になっている作家ではあって、まあ、だけれども、その、言及することは避けてきたというよりか、なんだろうな、こう、まあ、それぐらいの、こう、割と遠い存在の作家だったんだけれども、まあ、ポリネーター展をやって、まあ、誰と話したいかっていうことを、こう、考えていったときに、まあ、まず、まあ、大前提として、まあ、私のその、作家友達の少なさっていうものが、まあ、他の追随を許さない作家友達の少なさを誇っているので、まあ、その、まあ、身近な人と、身近な作家ではこう、まあ、身近な作家がいないので、まあ、パープルームの人と喋ってもしょうがないので、どうしようかなって考えたときに、あ、なるほど、意外とその、杉戸さんとかいいんじゃないかみたいな感じで、オファーをマタリウムさんからしてもらったら、まあ、意外と即と、なんかもう、速攻でいいよみたいになったらしくて、まあ、杉戸さんってあんまりこう、表でイベントとかをされる作家ではない印象が強いので、まあ、まあ、よかったなと思いながらも、なんかその、ね、あの、話が続かなかったら、どうしようみたいな。そうね。だから、まあ一応、オーバーザレインボーっていうその、杉戸さんの初期の作品集も持ってたりするし、2005年かな ?2005 年にドイツのに旅行した時の、に、デュッセルドルフに、あれはどっちかな ?K21 っていうギャラリーじゃない、美術館があって、なんかそこでその、奈良さんと杉戸さんの、まあそのコラボレーションをした、展覧会をやってて、それを見た記憶があったりですね。まあ、そんな感じの今日この頃なんですけど、まあ実はね、実はじゃない、さっきから言ってるけど、もう全然作品が終わっておりませんでしてですね。だから今日、東京というか神奈川に帰るんだけれども、まあ神奈川に帰って、明日イベントをして、で12日がイベントで、で19日にまた、今度はその、アンジュルムっていう、元アイドルグループに所属していた和田彩香さんと対談があるので、だからその12日に対談した後に、まあ、ちょっとその、やらなきゃいけないことをバッとやって、もう一回こっちの信楽に戻ってきて、あれだよね、その陶芸作品を窯に入れて焼いて、出して、帰って、また戻ってくるみたいな。やばい、このスケジュール。まだ一個も作品ができてないんですよね。まあ、この後ろにある作品っていうのは、まあ、こっちのグレーのやつが生の状態だから、まだ一回も焼いてなくて、ここにあるこう、3つ分は、今素焼きっていう状態、まあ、テラコッタみたいな状態なんだけど、まあ、これにこれから釉薬をかけて、まあ、焼かなきゃいけないと。本当はそれを、今日やろうかなと思ったんだけど、なかなかこう、今日、信楽がすごい寒くてですね、ちょっとおじけづいてしまいましたね。まあそう、窯が外にあるのでね、すごく寒いわけなんですね。いや本当にこれ、開催されんのかな、みたいな。いや、まあ、ポリネーターの方が大変だったんですけど、まあ、ポリネーターで点で、まあ、割とこう、まあ、特に陶芸はね、出し切った感が、たので、まあもういいかなみたいな、もう無理みたいな、まあ感じだったんだけれども、まあ、なんていうのかな、まあ、まあなんで今回二人展をするのかもちょっとよくわからないんだけど、まあその、なんていうのかな、僕結構自分に、まあ自分に自分でその、発注じゃないけど、するの結構、まあ、好きだったりして、で、それでまあ実際にその、ね、その、それでどんどん組まれていく予定に、右往左往するみたいな、そういう感じですね。まあ、まあ、そうですね。総挙といえば、あ、でもあれみたいですね。なんかその、神奈川県近、これまあ言ってもいいと思うんですけど、神奈川県近代美術館の、なんか水沢勉さんが、と、まあ、総挙の厚美さんがこう、最近あったらしくて、最近っていうか昨日あったらしくて、そして、なんかその、梅津の話もしたらしいんですけど、
まあ、そしたらね、なんかそのミニサワさんがパープルーム TV たまに見るよみたいなお話をされたみたいですね。こうそういうなんかその、まあ、YouTube 全体で見たらパープルーム TV ってめちゃくちゃこう仮想チャンネルなんだけれども、意外とその美術関係者が見てるっていうこのなんかそのね、嬉しあのね、こう光栄だなと思うのと同時にこうマジやべえみたいな、その余計な話がね、だんだんそのしづらくなっちゃうなっていうのもあるんですけど、まあ、あんまりねその気にしすぎちゃうとそもそもパープルーム TV をやる意味がなくなっていくので、うん、そうね、神奈川県近代美術館といえばあれ、まあ、数年前にあれだね、よろず鉄五郎展を見に行ってですね、まあ、あの展示は良かったですね、本当に、うんうん、っていう思い出があったり、まあ、最近ねちょっとこう陶芸に傾倒しすぎてるので、まあ、ちょっとそろそろ、まあ、信楽のターンが一旦終わったら、まあ、絵画とか、まあ、次ねちょっと、まあ、実はまあ先に言っておくと、まあ、染色とか興味あるんですよね、まあ、染色とか、うんうん、まあ、染色陶芸って言ったらもう本当に一人民芸をやるつもりかみたいな感じなんですけど、まあ、そういうわけでもないんですけど、まあ、近畿でやってるね、あの柳宗悦展も行かなきゃいけないし、ねえ、どうしましょうね、これ全然終わらないですね。本当にこんな YouTube 撮ってる場合じゃないんですけど、うん。まあ、でも YouTube といえば、皆さん何をご覧になってるんですか、YouTube で。はい、もちろんコメントとかは表示されないんですけど、ね、僕、まあ、たまにはね、その、あの、どんな YouTube を普段見てるかみたいなお話もしてみたらいいのかな、みたいな。ちょっとしてみようかなと思うんですけど、まあ、僕はその、そうですね、一番見るのは、あの、失敗小僧さんですね。失敗小僧さんっていう、あの、YouTuber がいて、うん、まあ、まあ、僕とはその、まあ、政治的な思想とかはもちろん違うんだけれども、あの、まあ、喋り方がですね、本当にこう、めっちゃ楽しそうに喋るんで、なんていうかな、もう本当に、なんかこう、寝る前とか、まあ、疲れて、あーってこうなってる時に見ると、なんかマジで一番癒されるのが失敗小僧さんですね。あともう一つは、まあ、これもあんまり言うとあれかもしれないんですけど、N のタッチですね、うん。N っていうのはあれですね、その、あの、今の N 国と呼ばれている、もちろんあれですよ、僕はその投票はしませんけど、まあ、YouTuber として見たらめちゃくちゃ面白い。うん、今はあのですね、NHK から国民を守る党じゃなくて、なんだっけ、NHK と、なんだっけ、裁判してる党、弁護士法72条違反でみたいな感じの名前なんですけど、あ、そうですね、2019年の参議院選で、まさかのね、こう、議席を獲得し、いやー、その時から見てたので、マジか、みたいな、だから、ああいう意味で、その、まあ、選挙っていうシステムをこうハックして、まさかの、ね、その投票率の合計が 2% を超え、政党要件を満たすとは思ってなかったので、まあ、だから、まあ、そういう国会議員がね、その何百人もいる中で、一人二人いる分には、なんかまあ、ある意味問題提起になるので、まあ、いいんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、まあちょっと投票はやはりね、まあなかなかこうできないんですけど、うん、まあでも、うん、でもね、立花さん最近そのまたこう新たになんか借金をしたみたいで、多分合計10億とかになってるみたいな感じがして、まあでもそういうそこまで、まあ、真剣にやっている姿を YouTube 越しに見ると、まあやっぱりまあまあ、なんだかんだ言って僕はこう、そこからね、勇気をもらってるところもあったり、とか、あとやっぱりその、まあ、今はちょっとこう、また変わってきましたけど、なんか N を取り巻く登場人物もなかなか面白くて、まあその、みずみやんさんだったりとか、エラテンさんだったりとか、まあ、ひろしさんだったりとか、まあ、サーファーたかしさんだったりとか、まあ、その辺の、なんか、うぞうむぞうの、こう、やりとりみたいなのを、見てると、まあ、意外とその、まあ、いろんなこう疲れが癒されるじゃないですけどね。うん、まあでもその、まあ、言っときますけど、まあ、僕はそれ投票はしないので、うん、
そうですね。まあ、あと普通に、たまきチャンネルとかも見たりしますけどね。うん。まあ、そっちの方は、まあ、普通に、まあ、僕個人はですけど、まあ、政治的に言えば、まあ、そっちの方が、まあ、共感するところはもちろん多いけど、なんていうかな、心意気みたいなところでは、やっぱね、タッチ、素晴らしいなと、やっぱり、思ってしまいますよね。まあ、投票はしませんが、まあ、あとは何を見てるかな。あと、あれかな、意外とガンダムの動画とかも見ますね。なんか YouTube でもガンダムの本編を見れたりするんですけど、やっぱり本編って結構見るのが重いんですけど、なんか淡々とモビルスーツの、なんか細かい設定を淡々と語ってる動画とか、なんか面白いですよね。うん。やっぱりガンダムってどんどん後付けが、なんかもともと設定がなかったけれども、どんどん設定を後付けすることによって、もうどんどんこう、一年戦争に何百体作ってんだよみたいな感じで、後でどんどん新しい設定が生まれてきたりとか、まあそれで、全体のその歴史だったりとか、設定に歪みが生じてくる、みたいな部分とかも含めて、まあ意外とまあガンダム自体っていうよりも、設定を後付けすることで、なんかこう、いびつなこう体型、いびつな形になっていくみたいな部分っていうのは、意外と僕の、美術史観と近い、うん、だから梅津っていう作家自体も、まあ、ある意味そういう、単にオマージュやパロディで美術史みたいなものから引用してくるっていうよりかは、なんか設定を書き加えるみたいな感じの、余計な書き換え、うん、やっぱりね、システムのハックだったりとか、なんか余計な付け加えをするっていうことに対して、意外とじゃない、もう結構本当にこう、喜びを感じるタイプなんですよね。うん。あとなんだろう、あとですね、マネーの虎ですね。マネーの虎も YouTube で今、まあ、2000年代初頭に、まあ、流行った番組なんですけど、を見たりとか、あとオキャダレベースって知ってますか？オキャダレベースっていうマネーの虎のモノマネをしている2人組、ボトムソーさんと萩さんっていう20代中盤の2人組、香川にいるのかな、まあうん、の2人の、モノマネがめちゃくちゃ面白くて、特に萩さんの、ね、堀之内社長のモノマネとかも素晴らしいですね。もう本当素晴らしい。僕全くテレビを見ないので、お笑い番組とか、M1 とか全くわかんないんですけど、そうですね。オキャダレベースを見て、マジでこう、マネーの虎の、モノマネーの虎って言うんですけど、めっちゃ面白いですね。うん。あとは、何を見てるかな。あ、そうそうそう。あと、モノマネの方じゃなくて、本当に堀之内社長とか、南原さんとか、モノリスの、ね、岩井社長とかも今 YouTube やってたりとか、あと令和の虎っていうね、マネの虎の YouTube 版みたいなものもやってたりとかして、うん、そうね、令和の虎の方にはね、なんかトモハッピーさんっていう、まあ、まさにアランが好きなマジック・ザ・ギャザリングを扱ってるショップの、まあ、店長さんも出てたりとかですね、うん、なかなかこう、時代はこう移り変わるけど、意外とこう、ループするじゃないですけどね、リバイバルするんだなっていうことを感じたりとか、まあ、あと、まあ、引き続き、もちろんね、ビジュアル系も追ってて、